こんにちは、バリアスポーツ秋葉とおじさん谷合です。お願いします。お願いします。おじさんなんですね。はい、もう誰が出るか分かったな。いや別に誰とは言ってないですけど、はいはいはい、はい、おじさんなんですね。はい、うわ、で発表します。はい、新保秋葉ペア、おじさん方。あー、もう生意気な後輩ですね。終わった。はい、対戦相手井口有沙ペア。あー、ピチピチ。あー、そうですね、はい、これもピチピチのペアですね、はい、でこの2人は、はい、試合前気合入ってます。気合入ってます。はい、はい、僕は運営前なんで気合入ってます。ある意味気合入ってます。はい、じゃあまあ結果どういう風になっていくのかご覧ください。お願いします。お願いします。始まりましたね。始まりましたね。井口くんサーブから。よし、はい、お、なんか今日あれっすね、はい、なんかおじさん方は、はい、ちょっとあの、あったかい格好しますね。はい、おじさんはやっぱあの冷え性なんで。あ、やっぱ冷え性なんで、はい、はい、なるほどなるほど。おじさんはね、冷え性なんですよ。ちょっとあったかくして、はいはい、温まってきたら、はい、まあ、脱皮しようかな。あー、なるほどなるほど、はい、そんな感じ。温まってきたら、そうっすよね。そうっすよ、そうっすよ。いいスマッシュ。早っ。いいスマッシュすぎでしょ。早くないっすか。今角度もやばいっすね。やばかったっすね今。すごいな。いいスマッシュだ。いやー、高っ。あー、当たっちゃった。あ、ヘッドショット。痛そう、痛そう。痛そうっすね、これは。寒いと痛いっすよね。はい、僕あの多分新保くんと組んで公式戦に出る可能性があるんですよ。お、はい、本当ですか。4月とかの話だと思うんですけどね。はい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 、出ようぜみたいになってて、はい、正直結構楽しみですね。うわ、はい、めっちゃ楽しみですね。楽しみなんですよ。はい、俺もその試合ちょっと一緒に出て、はい、はい、なんとか。そうですね、頑張ります。お願いします。はい、スリーオール。はい、以上ですね。はい、おい、しっかりあの井口くんの脇の下。いや、あそこいっちゃん取りにくいですよね。はい、ここ一番僕狙うところなんで。はい、これ大好きなんで。これは？これは。おい、入ってます。はい。いや、サーブ上達してる。あ、そう、サーブ結構最近めっちゃ練習してるんですよ。はい、上達してますね。そうなんですよ。サーブもね、ダブルスのサーブ上手くなってきたんですよ。最近マジで。ダブルスプレイヤーですもんね。あ、違いますよ。え、シングルスプレイヤーですよ。あ、おっと。あ、あ、おっとおっと。ダップタイム。ダップタイム。おお、抜き抜きしてます。あ、なかなか抜けない。ちょっと足腰気をつけてくださいね、やっぱおじちゃん。はい、気をつけてくださいよ。あとで怒られるぞ。怒られるな。これ本当怒られるな。そうなんだよ。あの、ごめんなさい、話の途中で僕、はい、八王子オープン出たんですけど、はいはいはい、シングルマジできなくなってます。あ、不甲斐なさすぎました。僕も勝つ予定だったんですけど、もうどうしてもね、足が動かんっていうおじさん現象に陥りました、ね、おじさん現象、はい、うわ、来ちゃいましたね、来ちゃいましたね、やばいな。でその代わりダブルスの大会は結構、はい、その日のその翌日か、はいはいはい、優勝しましたね。あー、ざっす、はい、じゃあダブルスプレイヤーって言っていいですか。ダブルスプレイヤーっすね。なんか複雑だな。悔しい反面、ちょっとダブルス上達して嬉しい反面みたいな感じですね。で、まあ社会人の試合はダブルスの試合多いですからね。そうなんですよね、はい、だからやっぱ僕もダブルス上達したいなっていうところから、はい、まあ、谷合くんや有沢くんやダブルスやって学んできたんで、はいはいはい、今になってようやく、いや、花開いてきたって感じですね、はい、だから谷合くんとか有沢くんとかダブルス上手くなりましたねって、別に上からとかじゃなくてもはい、はい、まあ、言われるのは嬉しいですね。もういい収集、いい切り返し。今大阪やっぱスマッシュいいですからね。はい、でもこうやって決まんないとやっぱ決めに行きたくなって角度つけてミスる。そうなんですよ、はい、はい、いいコース、アウト、アウトだ。うわ、めちゃくちゃいい勝負だな。お、いい勝負っすね。来た、グイグイ、いいよ、わーい。これもうちょい押すべきですね、やっぱり。はい、ちょっとギリギリ狙いすぎちゃったんですよね。そうですね、はい、シングルスだとね、あそこギリギリでやる必要はないんですけど、はいはいはい、ダブルスだとね、なんか
急に日よっちゃう。そうっすよね。ギリギリでやんなきゃみたいな。はい、わかります、わかります、はい、うまい。おー、いいカット。おー、いいカット。新郎さんマジえぐいんすよね。えぐいな、本当に頼もしいっすね、はい、あ、ちょっとここでちょっと数え間違えちゃった。はい、ちょっとあの、もうあの、何ですか、はい、当日数えていた、はい、点数で表示してます。あ、そうなんですか。はい、なるほど。これ1点ずつちょっと多く数えてるんですよね、お互い。あ、そういうことですね、はい、やっぱなんか点差で数えがちじゃないですか、はいはいはい、結構、まあ、あるんですよね、はい、1点ずつ多いです。なるほど、はい、これうまいな。いいコース、いいコースでしたね。いいコースですね。めっちゃ端っこ、はい、でもこんなコースばっか狙ってるからシングルスのスマッシュが入んなくなるんですよ確かに。そうなんですよね、はい、あー、それちょっともったいないな。まあ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 、うまい。もう低い。マジでシモさん、こう、まあ、いやらしいですよね、この面の切り替え方っていうか。そうですね、まあ、なんか結構使いますよね、はい、切り返しを。いやらしいんすよ、本当、はい、下さんのプレーってうまい、うまいんすよね、はい、さすが栃木チーム、また違いますね。そうですね、ちょっとここら辺やっぱりレベルが違うんですよね。やっぱこの辺うまいっす。そりゃね、もう全国経験者、めっちゃうまくないですかこれも、はい、この切り返しうまいっす。うわ、もったいね。やってる、これはもったいないですね。やってるこれやっちゃってますね、はい。このつなぎのスマッシュミスっちゃうな、本当にダメ。つなぎのスマッシュもったいないですね、はい、別に今決めに行ってたならいいですけど、はい、おい、あ、いいスマッシュ、挽回挽回、はい、挽回決めに行かないスマッシュでミスっちゃうのは本当にもったいないです。もったいないですね、はい、はい、うまい。この辺もまあうまいっすよね。ほら、なんだこれいい、おい、うまい、これマジクロスに打つのやばくないですか。やばいっす、やばいっす。これ足入ってるからクロス打てるんですよ。そうですね、これ普通だったらストレートですよ。ですね、はい、井口から全然取れるんですけど、はい、でも普通ストレートだったら、はい、多分有沢くんも、はい、多分張ってて、はい、多分返せてるんですよ。確かに、あれクロスのハーフだから取れないんですよ。確かに、すごいっすね、やっぱりうまいっすよね、はい、本当そういう、そういう手元の技術高いっすよね、はい、アウトか。あ、惜しいな。プレイヤー一人一人に特徴がありますよね、はい、バリアスのメンバーたちはいろんな得意があるじゃないですか、はい、はいはい、そうなんですよね。おー、いいですね。有沢君はもう本当に光栄、ね、光栄、めっちゃ強い、光栄強い、はい、レシーブも硬いって感じですよ ね, すね、はい、あー、アウト、熱い、おー、すごい、シーソーゲームですね。いいぞいいっすね、ここら辺大事ですよ、終盤。あ、いいサブ、お、うまい、うまい、終盤大事だな。うわ、やばい、冷静、うわー、え、アウト、アウト、そう、やってる、うわー、もうやってる、なんかスフィンクスみたいになってましたよ、さっきスフィンクス現れてましたね、はい、マジか、今のアウトっすか、マジか、うわー、やってるわー、これ取り返せなかった、今僕気負ってるな、これ、はい、あら、おー、ラッキー、うわー、やっぱ、浅いの、あんな、まあ、コース狙う必要はなかったですね。そうですね、はい、確かに確かに狙いすぎだな、はい、もう絶対もうそんなコース曖昧でも決まるんで、そうですね、はい、うわー、ちょっと悔しいですね、はい、今のここを取りたい、でもまあここ1点取りたい、いそう、キョッ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 キ、やばい、 いいよ、うまい、おい、お、いいよ、よし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 、落ち着いてる、落ち着いてる、オッケーオッケー、やばい、甘い、ああああなるほどね、浮いちゃいましたね、そうですね、今のはちょっと、はい、あれ悔しいな、お疲れ様でした、いやー、出した、今日もいい勝負、いやー、暑かったっすね、でもね、最後までこの範囲は僕のあのスマッシュミスですね、正直あそこで決められてれば勢いももちろんあったし、そうですね、うん、まだ勝つチャンスはありましたね、はい、あそこでね、悔しい結果にはなっちゃいましたね、あ、年季見せられなかったっすね、見せられなかったっすね、まあでも
ね、ペアワークとしてはまだこれからなんで、はい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 、はい、うん、間違いないです。タイプ的には合ってますからね。タイプ的にはめちゃくちゃ合ってますね、はい、しかもまあ同い年なんで。そうですよね、まあ、その辺のコミュニケーションも取りやすいし、はい、はい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 、まあ、ペアワークとしてはもうベストマッチっていう、間違いないです、感じですね。今後に期待って感じですね。そうですね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやー、ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。また動画概要欄にインスタグラムのリンク載せてありますんで、ぜひフォローお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。